こんにちは、ひかりです。本編入る前に今の机の上をね紹介したいと思います。ババ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 ンとね、トミカタウンビルドシティをねもう悪が占拠してますね。まあまだ今ね本当の力を出し切れていないベリアルとこういろいろ悪のね手下たちがいて、で今のところのボスがこのシュバルツ将軍ですね。今後ろ向きの街はねもう悪に占拠されております。ヒーローたちはこの奥にいます。もうみんなやられちゃってますっていう状態をね今保っております。で一応ここねスペース開けてあるんだけど、なぜかっていうとプラモを作ろうかなと思ってるんだけど、まだプラ届いてないっていうか、まだ注文してないんだよね。何買おうかなと思って、フレームアームズガールを買いたいんだよね。そう、今日ねブックオフでね怪獣擬人化計画とかね見てきたんだけどね、なんかおもちゃはすごいいいんだけど、漫画自体そんなかなと思ったから買わなかったんだよね。100円で売ってたんだよ。まあそんな感じで遊んでおります。さあ本編に入ります。先ほどの動画で紹介した今日買ったソフビたち、これをね今回の動画ではねじっくり見ていきたいと思います。これはねサブチャンネルのおもちゃチャンネルの方じゃなくて、メインチャンネルの光インサイタマの方にアップしたいなと思っております。はい、まあどれから行こうかっていうと、やっぱこれかな。今日ゲットした秋葉レッドですね。飛行人戦隊秋葉レンジャーの秋葉レッド。本編はね何話まで見たっけな、5話ぐらいかなぐらいまで見た気がするんだけど、なんかね思ったより大人向けな感じで、もうねレッドに変身する人はもう特撮オタクっていう、特撮オタクっていうかスーパー戦隊オタクの人でね、すごい共感できる。おおすげえいろいろ知ってんなとか思う感じなんだけど、これなんて書いてあるんだろう、ヤンターかな、なんだろうね。このマークも気になるね、飛行人戦隊秋葉レンジャーのマークで、顔が全塗装っていうのはすごいよね。これ成形色黒だと思うんだけど、顔全塗装、塗装箇所がやっぱ多いんだよね。もうお金かけるだけかけたって感じはするよね、こういうとことかもね。あ、でも足に関しては塗装ないんだ。足裏、一応これはバンダイが出してるのかな。これね、これがね切れちゃうのは残念だよね。このスカーフがね途中で切れちゃうのが残念。いいね、かっこいい。顔がやっぱかっこいいよね。かっこいい。これね一番かっこ悪いと言われている戦隊のヒーローのね特急1号と比べるとね、確実にこっちはかっこいいよね。特急1号はかっこ悪かったからね、最初ね。でも、最後はもう慣れたけどね。今はもう慣れたけど、最初見たときは、と思った。そもそも、列車戦隊特急ジャーっていう名前がびっくりしたもん。まあ、恐竜ジャーもびっくりしたけどね。おー。いや、いいね、このメタリックな感じもね。ちょっとメタルヒーローに近いかなって感じもするけどね。あと、黒が多いよね。レッドなのに。素晴らしい。で今回ゲットしたソフビで紹介したいのはこれかな。ウルトラマンロストの紫のやつ。まあ色違いなんだけどね。これからねウルトラマンルーブっていうウルトラマンがまた出てくるみたいで、2人が合体するのかな。まあ最強形態みたいな金色のやつとか出てくるみたいでね。欲しいよね。それは買おうと思ってる。新品ね、定価で、定価っていうか、Amazon か山田電機かで。これは買うつもりなかったんだけど、まあ、100円ならいいかなと思って買いましたね。はい。お、足だけ色違うんだ。まあ、特に、なんだろうな。僕が持ってるロストと比べると、こっちの方がね、スタイルいいんだよね。足が開いてて、立ちやすい。頭のね、この若干塗装が違うんだよね、これね。そんぐらいなんで、あとは一緒。この色違い戦法はね、僕はちょっとがっかりかなと。本編があんまハマってないのにもね、相まって。あんまり、やっぱジード面白かったな。ジードは熱かったなっていうの思いますね。今回買ったのもジード買ったけど。やっぱかっこいいんだよね、この顔がね。あと体のこの、ちょっとまがまがしい感じ。ちょっとね、背面が残念なんだけどね。ウルトラマンジード、プリミティブ。このね、ポーズもかっこいいよね。レッキングバーストのね。しかも、これからどんどん形態が変わっていくじゃん。フォームチェンジ。全部かっこいいんだよね。すごい好き、ジードは。さあ、そしてこいつとかね。
まあこの時ちょうどアイボっていうのが流行ったのかな。うん、だからこういうんで、これね、なんか視察武器になるんだよね多分ね。うん、いやこれはこれですごいいい装備。てかね、これはね、デカレンジャーのやつだと思うんだけど、あんまり覚えてないんだけど、装備としてすごいいいなと思って、これはね、遊ぶときに普通にいいなと思って買いました。うん。そして、ここら辺のね、メガレット。当時物のメガレットとかも持ってるんだけど、こっちの方ができいいよね。そもそも状態もいいし、若干スタイルも良くなってるんだよね。今の方はもっといいから、今また新しく出してほしいんだけど、食玩サイズでいいからね、いろんな戦隊出してほしいよね。しかも全員。いいね。いや、素晴らしい。メガレット。色鮮やかだな。でも顔がちょっと違うんだよね、本編とね。もっとね、顔ね、細長いと思う。うん。本編はね。逆に言うと、カーレンジャーのレッドレーサーって結構丸顔なんだよ。だからこれは割と合ってると思うんだよね。ぽいぽい。でももっとスタイルいいけどね、本編のはね。これ辺はちょっとわかんないな。あと、当時物は持ってないんだよね、さすがに。ここら辺になると当時物すごい高いんでしょ。でもなくはないよね。太鼓堂さんとかであるかな。あった気がするな。ちょっと太鼓堂さん行きたいんだよね、また。桶川にあるおもちゃ屋さん行きたい。行こうかな。ちょっと、お給料入ったら行こう。でね、こう、ティラノレンジャーね。強化隊。このベルトのバックルもちゃんとプリントされてるね。塗装とかもすごいね。うん、まあすごいって言ってもだよね。こだわりを感じる塗装ではないよね。やっぱ一気にやったなって感じはするね、ちょっと。同じような色でね。うん、ここら辺。オーレンジャーのオーレット。あ、ここもちゃんと凹凸になってるんだね。これね、地味に凹凸あるんだよ、オーレンジャーって。ちゃんと凹凸になってるね。で、この胸のちょっと複雑なね、感じもちゃんと表現されてるのかな。で、武器もちゃんと両手あって、スティックとね、ブラスターがあって。足、この V あったっけ？こんな V マーク。こんな V マーク、オレンジあったっけ？これ誰かが、あ、勝手に塗ったのかな？わかんないけど。まあ、でも、オレットももっと本当はスタイルいいからね。うん。で、まだ見てない大レンジャー。かっこいいんだよ、大レンジャーって。なんだっけ？天に輝く5つ星だっけ？すげえかっこいいんだよ。あの、名乗りが。ザレンジャーはね、DVD ボックス買うつもりです。はい。いやー素晴らしいな、うん。これが今回買ったね、レッド系なんですけど、他にもいたんだけど、全部買ってくればよかったかな。そうね、全部買えばよかったかもしれないけど、まあ、全部買ってもな、結構置き場に困っちゃうからね。で、今回こちらですね、シグナルマンね。いいね、シグナルマン。でもね、これはね、豊かが出してるやつかな。だから、当時物なのに背面省略なんだね、完全に。完全なる貧乏邪魔仕様ってやつ。かっきりここでね、切られてるって。まあ、食玩でしょ、多分これ。うん。でもいいよね。このサイズの食玩、今はないもんね、ソフビはね。いや、でもシグナルマンがソフビとしてあるのが素晴らしい。まあ、正直ね、VRV マスターはね、あんま思い出ないキャラだから、あれはソフビがしなくていいんだけど、せめてダップはソフビー化してほしいなって気はする。ダップって結構重要なキャラだよね、カーレンジャーではね。こんな感じ。で、あとはまあ特急ジャー全員ね。特急ジャーってでもあんま強くない戦隊だから俺結構好きかもしれない。全員タグ付きでね、こういてね。はい。こう、特急ジャーね。まあ、これはね、保存します。はい、大事に。そして、これね、これソフビじゃないんだけど、ウィザード。ウォーズって言ってたかな、本編で。大丈夫？ウィザードだよね。そう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 。うん、ウィザードのあの、ボーイズアクションフィギュア。まあ、コレクションというか、なんというか、でもあんまりね、まあでも、ボーイズトイのこのアクションフィギュアのいいところはね、手首の交換をせずにね、武器を持たせられるっていうのは素晴らしいですよね。これ、頭が光るんじゃなかったっけ、これ。光んないんかな、これは。あと、この穴って何なの？何が入るんだろう？まあ、いっか。ポーズ取れるし。かっこいいよね。この、やっぱこのウィザードのかっこよさに対、並ぶとしたらやっぱこのアキバレンジャーレベルじゃないとね。やっぱ顔の全塗装はすごいな。いいな。
で、特急車の敵のね、戦闘員のクローズ、グロッグロッってやつ。こいついっぱい欲しいよね、やっぱ戦闘員はね。でもこのクローズさ、1体だけだったらすげえ強そうな敵幹部としてもなんかいてもおかしくないよね。まあこう見るとさ、アケバレット負けそうだよね。負けるだろうし。まあ、特急車とこう並べれば勝つのかな。なんか、特急車より強そうだよね、明らかに。怖いし、ちょっと。ちょっとこのクローズだけね、ちょっとね、今回の中では唯一ね、汚れてんだよね、結構。これ丸洗いだな、これは。うん、コレクションボックスに入れる前に水で丸洗いしよう。これはね、よくできてるよ。特急車が羨ましいところは、通常サイズで敵の戦闘員とあとシュバルツ将軍が出てるんだよね。敵キャラが出るってあんまないよね。まあ激レンジャーの、まあ、リオが敵キャラというかわかんないけど、激レンジャーも中途半端で、リオとあとマスターサーフが出してるんだよ。それ素晴らしいんだけど、なぜかメレを出さないんだよね、かたくなに。メレ出せよって。むしろシャーフよりメレの方が欲しくねって思うんだけど、どうなの。まあまあ、それぞれね、好みありますってことで。そうだ、今日買ったさ、このカーレンジャーとこの辺のレッド系さ、最近のこの怪獣装備とぴったりじゃね。食玩サイズでもいいけど、これぐらいだったらさ、なんだろう、戦隊ものに出てくる敵キャラと一緒ぐらいの感じで遊べるよね。ちょうどいい。うわぁ。レッドレーサー。やべえ、楽しい。楽しいぜ。はい、こんな感じです。これで今日買ったスフビをね、なんかまたちょっと、なんだろう。あれ、なんか、さっきの動画と内容かぶってないと思うかもしれないけど。まあ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 。これはチャンネル分けないから、今回は。ちょっと同じチャンネルにアップしてみるわ。はい、こんな感じの動画でした。よかったらチャンネル登録よろしくね。じゃあね。Please subscribe.